はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は開幕前の予想に焦点を当ててお話していこうと思っております。開幕するまでの時期で今シーズンどうなるかなと予想する時間はなかなか楽しい瞬間の一つだと思いますし、だからこそ当チャンネルでも開幕前に順位予想をして今シーズンこんな感じになるんじゃないかと予想しているわけですが、ただこれはあくまでも予想、現実に起きることをピタリと当てるのはそう簡単なことではなく、私の順位予想が2年連続で悲惨な結果に終わったことは皆さんもご存知かと思います。今回はそんな今季開幕前に個人的に結構目にした予想、ファンの間ですとか大手メディアでも予想していた声が多かったかなと思ったものを中心に、残念ながら外れてしまった予想について、なぜそのような予想がなされたのか、そしてなぜ予想が外れてしまったのかをまとめてみまして、開幕前の時点で予想を的中させるのがいかに難しいことなのかを実感しつつ、私が順位予想を外してもまあ仕方ないよねという雰囲気を作っていきたいなと思っております。まあそれはさすがに冗談なんですけれども、今回6つの予想を見ていきましょう。はい、まずは一つ目、今季は開幕前の時点ではドジャースとパドレスの優勝争いは間違いないだろうとかなり言われてましたよね。なんなら事実上の NLCS とまで言われていた記憶すらあります。なんでこんな予想になったのかは言うまでもなく、昨年のシーズン途中から積極的な補強に動いていたパドレスがドジャースに対抗すべく、オフにスネル、ダルビッシュ選手、マスグローブなどの大補強を敢行したからですよね。打線にはタティス・ジュニアという若きスーパースターもいますし、まあ、最低でもプレーオフ行けるくらいの戦力はあるだろうと思われていました。で、追われる立場のドジャースも昨年世界一となったチームにサイヤング賞に輝いたバウアーを獲得し、これはバチバチの優勝争い期待できそうだなと思っていました。で、どうなったのか皆さんもよくご存知でしょう。パドレスまさかの勝率5割未満の地区3位、まさかという感じでしたよね。パドレスはシーズン序盤こそ前評判にたがわぬ強さを見せていましたが、次第に自慢の先発陣の不振ですとか故障者の続出で勝ち星がなかなか伸びず、またタティスとマチャドがベンチで口論している様子が取られてしまったりですとか、ティングラー監督が選手たちからのリスペクトを完全に失ってしまったと報道されてしまったりと、チームケミストリーも崩壊してしまったのも影響した感じでしょうかね。あとはまあ単純にジャイアンツが強かったですね。今季75勝前後と予想が多かったジャイアンツでしたが、格安 FA 選手で当たりを引きまくったり、ベテラン選手の一斉復活にも助けられ、まさかのシーズン107勝でドジャースの連続優勝記録を阻止、パドレスに代わってジャイアンツがドジャースとバチバチの優勝争いを演出しました。続いても優勝争い関連の予想ですが、AL 中地区ではホワイトソックスとツインズの優勝争いを上げる声が多かったかなと。ホワイトソックスが若手のスター選手を中心に着実に強いチームを作り上げていましたし、またツインズも2年連続地区優勝中で、戦力面でも大きなマイナスがなかったことから、まあ無難に今年も強いだろうと思われていました。ではどうなったのか、ツインズまさかの最下位。私の順位予想を破壊したチームの一つでしたね。ツインズは打線に関してはそれなりのパフォーマンスでしたが、とにかく投手陣が今季は苦しかった印象で、チーム防御率はリーグ14位、昨年サイヤング賞投票トップ3に入った前田選手が決して本調子とは言えませんでしたし、先発の台所事情が特に苦しかったですかね。またツインズの投手陣はあまり奪三振が多くはなく、どちらかといえばバッターにコンタクトさせてアウトを稼ぐタイプのピッチャーが多かったと思うんですが、一方でツインズの野手はリーグワースト2位となる107失策を記録するなど、ピッチャーのスタイルと後ろの野手の守備力があまりマッチしなかったのかなとも思ったりもしました。結果ホワイトソックスが独走という形でエール中地区今季は決まってしまいました。ツインズに関しては今季途中にクルーズやベリオスを放出し、コンテンダーとしては一歩後退した感じがありますが、ジョー・ライアンなど MLB で通用しそうな有望株も獲得できましたし、コンテンダーに戻ってくるのもそう遠い話ではないでしょう。はい、続いて3つ目は選手に関する予想。ロッキーズのトレバー・ストーリーがシーズン中トレードされるであろうと結構言われてましたよね。ロッキーズはオフにアレナドを半ば追い出すような形でカージナルスへ放出し、マイナーの状況ですとか地区の状況も考えると再建に突入することはほぼ間違いないであろうと考えられ、そんな中で開幕時点で FA まであと1年のストーリーを残しておく積極的な理由もなかったので、夏までのトレードはもう規定路線と多くの人が考えていたことでしょう。プロスペクトとの交換に使わない理由もありませんからねと思ったんですがね、まさかのストーリー残留。トレードデッドライン当日配信していましたけど、ストーリーが動かなかったのには驚きでしたし、ストーリー自身も困惑しているみたいな話も出ていました。ストーリーが今季例年の彼にしては成績が伸びず、それでロッキーズ側が求める見返りを手に入れられなさそうだからキープしたんでしょうが、それでも FA 確実のスター選手を残したこの選択は、まあ今でも不可解な判断であったと言わざるを得ないかなと。もしかしたら契約延長の話が進んでいるのかななんてふうにも思いましたが、ストーリーは結局何事もなく FA となってしまい、おそらくロッキーズに戻ってくることはなさそうなので、チームのフロントがどのような考えをもとにこうしたのかは今でも気になるところです。
4つ目はシーズンのアワードに関する予想。今季のエール MVP にはエンゼルスの大谷翔平選手が満票で選出されましたが、開幕時点で大谷選手を MVP と予想していた声は決して多数派とは言えず、やはりマイク・トラウトを予想していた方結構多かったんじゃないでしょうか。まあそれが普通の考えだと思います。だってトラウトですからね。彼を MVP に押すのにそれ以上の理由は必要ないです。すでに MVP に通算で3度輝き、また2012年のレギュラー定着以降、毎年 MVP 投票で最低でもトップ5に入り、成績面でも2015年以降、毎年 OPS9 割9分以上、いつ成績を見ても本当におかしなことやってんなと思うここまでのトラウトのキャリアですが、まあ今年も MVP 争いに絡んでくるであろうと予想するのは実に自然なことでした。が、実際どうなったのか、大谷選手が MVP となって、トラウトは受賞できなかったわけですが、おまけにトラウトは2012年以降の MVP 投票で、初めて1票も票が入りませんでした。トラウトが MVP 取らないと予想できたとしても、1票も票が入らないというのは予想できなかったんじゃないですかね。まあ、トラウトの成績が悪かったからというわけではなく、5月の右ふくらはぎの怪我が想像以上に長引いて、結局最後まで復帰できなかったからなんですが、ここまでトラウトが試合を欠場してしまうのもまた予想外でしたね。トラウト不在の MVP レースというのも10年ぶりで、それはそれで新鮮な顔ぶれとはなったんですが、球界最高の野手が満足にプレーできずに今季終えてしまったのは残念でなりません。続いても元 MVP 選手の話、ブルワーズのクリスチャン・イェリッチに関する予想ですが、正直私もイェリッチは今季復活すると期待していました。2018年、2019年と2年連続で MVP クラスの成績を残し、2018年には実際に MVP も取ったんですが、昨年は OPS7 割8分6厘と彼にしては低調な1年に終わってしまいました。これには三振の激増に代表されるように、アプローチの急激な悪化が影響していたと思われますが、ただそんな状況でも打球関連の指標は相変わらず優秀でしたので、まあ、昨年は異例のシーズンで調整も難しかったでしょうから、フルシーズンの今季はちゃんと成績を戻すものと思っていました。しかしイェリッチ今季はさらに成績が悪化し、 OPS7 割3分6厘、117試合でホームランわずかに9本、 MVP クラスの活躍を見せていた彼、一体どこへ消えてしまったのか。2019年のオフに前の契約と合わせて9年総額2億1500万ドルの契約延長をした選手の成績としてはあまりに物足りない。今季のイェリッチはさすがに昨年ほどアプローチは悪くなかったんですが、代わりにゴロが大幅に増加するグラウンドボールレボリューション状態で、でさらに追い打ちをかけるかのように打球関連の指標も悪化したことで、成績が全く伸びなかったのかなと考えています。また腰の怪我ですとかコロナ感染によってたびたび離脱したこともあったりと、シーズンを決して万全とは言い難い状態で戦うことを余儀なくされてしまったのもこの低調な成績につながっているのかもしれませんが、しかしイェリッチが今季もこんな感じで終わってしまうのは思いもしませんでした。来年以降本当にイェリッチどうなっちゃうんですかね。はい、最後はメッツです。これは予想されていたというよりもメッツのとある行動が原因だった気もしますが、メッツはスプリングトレーニングで世界一の予行練習をしていました。これだけ聞くと理解不能かもしれませんが、本当にしていました。まあ、気になる方は概要欄のリンクから動画飛んでいただければと思うんですが、試合形式のノックで最後ワールドシリーズ優勝したように喜べとのコーチの指示のもと、参加した選手たちも全力ではしゃいでいたんですが、その動画が SNS で拡散され、当時はめちゃくちゃネタにされてましたね。メッツの世界一の予行練習自体も全くありえない話では開幕前の時点ではなく、リンドアの獲得を含めいい補強はしていましたので、まあその練習がちゃんと生きればいいかなと思っていましたが、残念ながら世界一には手が届かないどころか勝率5割を切ってしまったのは皆さんもご存知かと思います。今季その練習の成果が発揮される瞬間はとうとうやってきませんでした。NL 東地区自体はどこも勝つのに苦しんでおり、メッツも中盤まで首位を走ったりとチャンスはあったんですが、故障者の続出に泣かされ、また主力選手が戻ったとしてもなかなか本調子とは言えない状態で勝ちが伸びず、最後はエースのデグロームを失ったことで一気に滑り落ちてしまった印象がありますね。コンオフはオーナーの資金力を武器にまたも積極補強に出ていますが、昨年の春から準備しているこの練習が生きる日は果たして近いのでしょうか。ということで6つの予想、まあ、最後のはメッツ自身が開幕時点で信じていたと言うべきかもしれませんが、おおむねどれも開幕時点では妥当な予想だったと思いますし、それがこれだけ外れたのを見るに予想の難しさを感じますね。ストーリーがロッキーズ残る展開とか普通に読めませんでした。まあ、ただ予想が全く当たらないくらいの展開だらけの方がシーズンとしては面白いですからね。予想が当たらなくても全く問題ない、むしろそれも悪くないことを強調したところで、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。